皆さんおはこんです。ラッコのブログの時間がやってまいりました。どうもラッコです。ということで今回はポテトチップスでポテチ映えをしていきたいなって思います。パチ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 っていうのは嘘です。ポテチ映えっていうのは、まあ、前に出した動画でやっているので、まあ、気になった方はチェックしてみてください。ということで今回は、まあ、そのお菓子バーガーをやっていきたいなって思っております。で結構そのYouTube を見ていたらお菓子バーガーっていうのはもう結構動画が上がってるんですよ。でもみんなそのお菓子バーガーの作るキットみたいなそういうのを買って作ってるわけです。でも僕はまあちょっとね違うことを思いついてしまいまして、まあそれがまあここにねいろんなお菓子を集めました。はい、こういう市販のお菓子を使ってお菓子バーガーを作っていけたらなって思います。ということで早速やっていきましょう。このブログではまず今回、まあ、どんなお菓子をこう集めてきたのかっていうのを紹介していきたいと思います。まず1つ目、さっきも見せたポテトチップスです。はい、で次さやえんどう、これちょっとね緑を足したいなって思ったんで。はい、次パイの実、次チョコアンパン次チョコケーキ、次、まあ、これも緑ですね、生八つ橋で、これ投げ輪チョコレート、次チョコボール、次かば焼きさん太郎、まあこれは肉ですね。はい、これを使って、まあ、お菓子バーガーを作っていきたいと思います。はい、では早速ねやっていきたいと思います。はい、ラッコのお菓子クッキングということでね、まず最初このチョコアーンパン、はい、ちょっとネーミングがアーンパンですからね、はい、ふざけてるわけじゃないです。でまあこれをまずバンズ代わりにしていきたいなって思います。まあ結構これまあ中開けてみればわかるんですけど、まあこんな感じなんですよ。これ半分に切れば、まあ、バンズとして使えるわけなんですよ。なんでまずはこれを半分にしていきたいと思います。どうやって半分にしよう何でも応用ですよね。まあこの箱をちぎって包丁代わりに使うわけですよ。半分にできました。でここにまあその具となるね、やっぱハンバーガーって言ったら中身があるわけです。なんでそれをまず考えていきましょう。まあとりあえず最初なんで、まあ肉代わりのかば焼きさん太郎、これ美味しいですよね。これをねまあ小さくねこうしていきます。はい、このちぎったのを乗せていきます。はい、続いて生八つ橋、これをまあレタスに見立ててまあ置いていきたいなって思います。やっぱりハンバーガーって言ったらやっぱそのレタス大体入ってますよね。大体ですよ、大体入ってるんで、まあこれをね、あ、いい感じじゃん。あんこ入ってると思ってたんですけど結構ペラペラの生地が入ってたんで結構いいですね。これをちぎって乗せていきます。結構今見てください、これちょっとぽくなってきてますよね、色的には。で次どうしよっかな、次投げ輪チョコレート、はいでこれね、まあ、とりあえずこれですね、このはい、これをピクルス代わりに入れていきたいと思います。なんかこういうお菓子ありますよねとりあえずじゃあこれはねノーマルハンバーガーということで蓋をして1個目のハンバーガー完成です。結構クオリティ高くない？普通のほらハンバーガーみたい。このブログ続いてはこちらです、パイの実。
これ美味しいですよね。これもバンズ代わりです。かけていければなと思います。まあ、これはね、まあ、ちょっと薄いんで何枚重ねてもいいと思います。で、バンズをかぶせて、はい、2個目完成。ちょっとチキンタツタ風ですよね、これ。ラッコのブログ。ちょっとなんか雨降ってきた。やば。はい、続いてチョコケーキ。これはね、まあ最後なんでね、まあちょっとでっかいの作ろうかなって思います。まあまず八つ橋ですね。これでかいんで 2,3 個多分放り投げられると思うんですよ。次はとりあえずじゃあちょっとでっかいポテチをね敷いておきましょう。じゃあ次そのかば焼きさんね、もうこれ2つのもう総集編みたいな感じですからね。そんな感じで見てください。おっと、ここで登場チョコボール。クエクエクエチョコボール。これ絶対安定しないやつです。ちょっと安定しないんでもう一回八つ橋引きます。唯一ねこのふにゃふにゃ素材なんでね。でこの上にチョコボールを乗っけていきます。はい、こんな感じです。もはや何って感じですよね。はい、で多分このチョコボール落ちちゃうんでちょっと八つ橋で包みたいと思います。はい、これで落ちないでしょう。これちょっとねチョコボールが入ってるところだと、まあ、蓋をかぶした時に、まあ、安定しないんで投げ輪チョコレートですね。はい、まあ、これを高さが出るようにまあこうサイドに置いていきたいなと思います。結構ねカラフルな感じになってます。ちょっとあんまり傾けると落ちちゃうんで、はいはいはい、こんな感じです。おっと、ここで最後の砦、さやえんどう。これね結構ちっちゃい頃好きでしたよ。知ってる方も多いと思います、サヤエンドウスナック。はい、これを乗っけていきたいと思います。もうどう乗っけるかも分かりません、これ。もうなんかバランスの動画になってます、これ。どうバランスよく乗っけていくかみたいな。で、はい、もうバランスが結構難しくなってきています。こんな感じです。ちょっとこれ落ちちゃうんで、やはりここでまた八つ橋さんに活躍してもらいたいと思います。この八つ橋すごい使い勝手がいいです。ごめんね、こんな使い方されるために開発されたわけじゃないのに。ではもう一押しポテチでもかぶしておきましょう。でこれにバンズをつけて完成です。はい、こんな感じです。ラッコのブログ。はい、ということで完成しました。はいね、まあ、結構、まあ、大きさは違いますけど、まあ、クオリティは高いんじゃないかなと思います。もうパッと見結構ハンバーガーですよね。あ、すいませんね、ちょっと見にくいと思うんで。どうです、結構クオリティ高くないですか、ハンバーガー。はい、これチキンタツタね。はい、でこれはん誰これはね新作バーガーですよ。はい、どうですか、なんかこの角度から見るとハンバーガーの妖怪みたいな。はい、とこんな感じです。まあこれ作ったはいいんですけど、やっぱり大切なのは味ですよね。はい、ということでね食べていきたいなって思います。まずハンバーガーからいただきます。まあなんかちょっと不協和音って感じですね。はい、続いてチキンタツタいきたいと思います。いただきます。うん、これ結構いい組み合わせです。さっきのバーガーってなんかそのかば焼きさんとその他甘いものがちょっと喧嘩してた感じなんですよ。でもこれってまあそのパイの実とあと八つ橋とポテトチップスなんで、結構いい感じにこうパリグニャみたいな感じのこの調和がすごい取れててすごい美味しいです。最後こちらです、漆黒バーガーということでね、まあこれはねどうなんだろうな、結構もう買ってきたものを全部詰めた感じのバーガーになってるんで、
本当もう分かんないです。とりあえず食べていきたいなって思います。ではいただきます。うん、もうなんか大きさちょっとハンバーグよりちっちゃいんですけど、結構こうあんってする感じは本物のハンバーガーみたいです。ちょっと汚いんですけど、蒲焼さんがねこのうまく噛み切れてくれないんですけど、結構ね味はいけますよ。さやえんどうとかもあの共存してて結構食べやすいです。結構そのマーブルとかチョコボールをこう転がらないために八つ橋いっぱい引いたじゃないですか。それが結構もちもちしてる食感なんで、結構ねなんか甘いハンバーガー食べてるみたいな感覚になりますよこれ。でまあこのねポテチがあることによって、まあこう噛んだ時にパリパリパリって言うんですよ。これがなんかこうよりね食を楽しませてくれるというか、やっぱ音とかそういう食感も、まあ、食の一部じゃないですか。なんで、まあ、このしっとりした感じにこうちょっとパリパリっていうアクセントがあるだけで結構食べるのが楽しくなりますよね。でもまあこの漆黒バーガーを作るにあたって、あの注意点が2つあります。1つ目、めちゃめちゃ甘ったるいので結構な甘党な人じゃないとちょっときついかなっていう感じです。でもう一つが、はい、ピント合いますかねこのざまですよあの外側がチョコケーキなんで体温で溶けて手がねチョコでベットベトになりますんで、はい、食べる際はそれを覚悟でね、作ってみてください。ということで以上お菓子バーガーでした。ラッコのブログということでどうでしたでしょうか。まあね今回お菓子バーガーを、まあ、市販のお菓子で作ってみたんですけど、まあ、結構見た目すごい似せてましたよね。結構僕もびっくりしました。あ、こんなにちょっと再現度高くできるんだなって。でまあねこれはね、まあ、お菓子キットにはない、まあ、その楽しみ方ができるのではないかなって。もうアレンジは無限大なんで、どのお菓子をどう組み合わせるかっていうのを考えるのも結構楽しいんで、まあ、皆さんもねぜひやってみてください。ということで今日の動画は以上です。それでは最後に予行演習をしたいと思います。この後エンディングが流れますが、チャンネル登録がまだの人は左の丸いラッコのボタンを1回タップしてみてください。1秒で終わります。そしてチャンネル登録をすでにしてくれている方は、こっちの丸いラッコボタンは押さずに、こちらの2つの動画の気になった方を押してみてください。そしてすでにチャンネル登録も2つの動画を見ているよって方、いつもありがとうございます。エンディングが終わった後にグッドボタンとコメントをよろしくお願いします。ついてこれましたか？それでは今覚えたことを実践してみましょう。準備はいいですか？それではどうぞ。